会&進行役の新井みなみです。どうぞよろしく。この名前でいいですか？はい、登録完了です。それじゃ、頑張ってね。誇り高きミニ四レーサー諸君、世界最速の座をかけて我がスクールが主催するレース大会に招待しよう。腕に自信のある者はぜひ参加してくれたまえ。さらなるミニ四駆発展のため諸君らの健闘を期待しているよ。はははははは。
君、誰ある？私はマリナ。お前こそオルゾイのレーサーじゃないみたいな。誰だ？僕の名はホアンアル。お前のそのマシン、もしかしてグランプリレーサーか？そうある。それがどうかしたあるか？いや、オルゾイのレーサーだったらぶっ潰してやろうと思ったとこだけど、違うのなら別に。ボルゾイ？ボルゾイって誰ある？このレースの主催者、私の復讐の相手。まあ、お前には関係ないことさ。そのボルゾイって人としかレースしないやるか、お前。いや、お前確かグランプリレーサーだって言ったよな。それはそれで興味あるよ。グランプリレーサーと戦うチャンスなんてそうめったにあるもんじゃないからね。そのマシンも面白そうだ。復讐を果たす場合の腕試しにはちょうどいいよ。そうあるか。でも僕のスコーピオンもとても速いある。僕もこんなところで負けるつもりないあるよ。それじゃあグランプリレーサーのお手並み拝見といこうか。お前の走り次第でファイアースティンガーの本当の力を見せてやるよ。優勝はチームのみんなとの約束だから絶対に負けられない。最初から本気で行くあるよ。悪いがこちらも譲れない事情があるんでね。パパのためにも必ずボルゾイを倒す。そのためにもこのレース勝たせてもらうよ。それじゃあ勝負ある。ああ準備 OK だ。どっからでもかかってきな。頑張ってあるね、スコーピオン。いいぞ、スコーピオン。そんな。この勝負、僕がもらってあるね。ファイアースティンガーが、パパの作ったマシンが、こうも簡単にかわされるなんて。そのマシン、一体。シャイニングスコーピオン、僕の最高の友達ある。シャイニングスコーピオン、大したマシンだな。乾杯だ。でも君のマシンもすごかったある。久しぶりに速いマシンに出会えてスコーピオンも喜んでいるあるよ。慰めの言葉なんかいいよ。けどこれだけは覚えていてくれ。ファイアースティンガーの性能がお前のマシンに負けたわけじゃない。今回の負けは全て私の責任。この借りは必ず返すよ。うん、楽しみにしてるある。それじゃあ先に行くあるよ。あれがグランプリレーサーの実力。
しぶりアル。元気だったアルか？ああ、おかげさまでな。お前、一人で来たのか？そうアルよ。それがどうかしたアルか？ああ、いや、別に。どうだ、調子は？順調アル。シャイニングスコーピオンも前にも増して速くなったアルよ。へえ。お前がそんなこと言うなんてな。え？いや、ちょっと昔のことを思い出しただけさ。レースに出たくないだの、マシンを走らせたくないだのって大騒ぎしてた頃のお前をな。そういえばそんなこともあったあるな。ちょっと恥ずかしいある。まったく、そのお前が単身でこんなわけのわかんねえ大会に乗り込んで、シャイニングスコーピオンも速くなったあるよとか言ってんだが、変われば変わるもんだよな。あの頃のお前からは想像がつかねえぜ。それだけ僕もミニオンレーサーになったってことあるよ。世界グランプリとゴーたちのおかげある。そっか、そうだな。それじゃあホアン、一丁勝負と行こうぜ。速くなったお前のマシン見せてくれよな。もちろんある。僕も優勝狙ってきたあるからね。絶対負けないあるよ。おお、望むところだぜ。頑張ってあるね、スコーピオン。なあ！よし、よく頑張ってあるスコーピオン。ちきしょう、やられちまったよ。でもやっぱりゴーは早いあるね。どっちが勝ってもおかしくない、いい勝負だったある。たとえそうでも結果は結果、俺の負けだぜ。でもまさかこんな序盤でこの俺が消えちまうなんて。どうなってんだよまったく。ごめんアル、僕ゴーの分まで頑張ってくるアルよ。当たり前だ、俺に勝っちまったんだ。負けたら承知しねえぞ。うん、任せてほしいアル。絶対優勝してこいよ。後でリターン待ちだからな、忘れんなよ。